どうもタッカーです。 MLB ザショー18ロードトゥーザショーやっていきたいと思います。前回の続きからですね、現在ですね3月の19日まで進めてきてます。残りオープン戦5試合というところになりました。はい、まあ、これでどうなんですかね。今成績が上の方に見てもらうと分かるんですけど、まあ、3割6分7厘でホームラン1本で8打点っていう、まあ、成績なんですけど、これがねどういうなんていうのかな判断材料で、まあ、メジャーに残れるのか、もしくはトリプル A にね降格になっちゃうのかっていうところがねまだなんともちょっとわからない探り探りな状態なんで、まあ、とりあえずね残りこの5試合をね今回進めてって、その先ねどういう風な感じになるのかっていうのをちょっとね見届けたいなと思います。でこの動画ね撮る前にちょっとショップっていうのかなでちょっとざらっと何か買えそうなものとかあるかなと思ってみたら、ちょうどねグローブ売ってたので結構安かったのかな、うん、なので、買いました。はい、このウィルソンのカモでいいのかな、カモ A2000 というやつですね。はい、で多分こういろいろと能力がプラスされるっぽいので、はい、これ早速装備していきたいと思います。でちょっとだけ色変えたいかな。あー、これそうですね、ライトブラウンにして、ここ見えないからな裏側に行かないと、こっちですよね、こっち側、そうそうそう、これもこれはまあでもいいか、これでこれブラックにしようかな。おー、いいね、いいね。オッケーオッケー。よし、まあ、こんな感じでいいかな。はい、これを装備していきましょう。はい、また例によって代打ですね。So it would appear we'll have a pinch hitter coming on now with a runner at first and one gone. さあ行きましょう。ワンアウトなのかなですね。ピッチャー球種フォーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップにツーシーム。結構まあまあ球種も多い系ですけど、まあでも変化球のあれかな、変化量そんなに強くはなさそうですね、これを見る限りだと。 OK。 そう、これはね勝ちゲームなので、まあ、点差を広げていきたいっていう場面ですね。よし、これ入ってんな。おっしゃ、あっちゃ、あー残念、セカンド正面だったか。最後ストレートだった気がするんですけどね、フォーシーム、あー残念。チームは勝ったみたいですね。はい、さあでは続きいきましょう。お、これはチャンスの場面ですね。さあピッチャーの球種スライダーフォーシーム、シンカーチェンジアップツーシーム、まあ、スライダーが一番自信のある球って感じですよね。ライオンズでいいのかな名前。あー、ブレイクがすごい数値高いので結構変化量は強いってことですね。なるほど、多分スライダーを中心に組み立ててくるんじゃないかなって思うんですけどね。これもスライダーでしょう。あ、フォーシームか、フォーシームか。あー入ってんなこれ。結構なんか球筋が一瞬ちょっとねボールっぽくも見えなくもないけど、少し高めのスライダーって感じか。
さあぼちぼちちょっとショータイムも使えなくなりそうな感じするんで、次が勝負かな。あ、使えない。あー、くっそ、もうそっか。まあでもよかった、とりあえずファーボール。お、ピンチヒッターが連続してますね。さあここはちょっとね、せっかくなんで走らせていきたい。よし、バッチリでしょう。よし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 、いいぞいいぞ。 OK、 まあちょっとね、ヒットっていう形ではね、こうアピールできてないんで、せめて足そんな速くないけど盗塁してね、ちょっとでも評価を。あー、どうだ、間に合い、アウトか。いやーでもなかなか守備つかしてくれないな。せっかくグローブも買ったんですけどね、たまにね、こうショートやらせてもらったりとか、意外と今メインになってるサードがなくて、で前の動画でも言いましたけど、あのなぜかファーストをね守ったっていうのが1回ありましたね。さあ引き続きいきましょう。デトロイトとの対決ですね、タイガースですね。お、これは守備かな。あ、やっぱり守備からでしたね。え？操作ねえの？いや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 、いや、せめてそこはさ、1回ぐらいちょっと操作させてよ。いや、悲しいな、それ。いや、それは悲しいだろう。結果的に結果何だったのっていう。じゃああと2試合かな。そうですね、 1日休みを挟んで、またデトロイトとの戦い、そしてニューヨークヤンキースとの戦いでラストですね。 OK、 あと2試合か、まあ、できる限り頑張りましょう。これは代打でね。 OK、さあ、フォーシーム、カーブ、カットボール、チェンジアップ。結構やっぱカーブ、カットボール、チェンジアップってこの組み合わせ結構ピッチャー多いですね。ハーディ選手、変化量が結構多そうですね。球はそんな速くない。そうだね、88マイルだから、どんなもんだ、140中盤ぐらい。どうだ、これ一旦見破るか。カットボールか今の。ちょっと一瞬ストレートにも見えたけどな。まあね、結構似てますからね、軌道自体は。あ、こっちの方が打ちやすそうよっ。あー、ちょっと、そっか、ボールの上か。あー、さよなら負けだ。さあではラストですね、このまあなんだろう、シーズン始まる直前最後のオープン戦いきましょう。さあここ最後ちょっと打ってね、あの締めたいところではありますけどね。フォーシーム、ツーシーム、スライダー、スイーピングカーブ。なるほど、キャメロン選手、架空の選手ですね。あー、球速いな。で結構ブレイクキレも良さそう。そうですね、96マイルか。うわー、マジか。タイミング、ちょっと遅かったか。
A ball and a strike now to the Atlanta leadoff man. Right there is a temptation pitch. Power hitters like this are looking for pitches that they can drive. So that may have been one where he was trying to get him to chase up above the zone a little bit. 2-1 the count. The 2-1. Is a ball down and away. Okay. Near the end of this one, it's clear the long ball has played a big role in today's outcome. Dan, D-Ro, what are your final thoughts on what we've seen? Yeah, just non-competitive pitches in some big situations, Dan, and the offense to finish. You know, D-Ro, one of the things. まあ結果的にファーボール選べたんで、まあまあまあいいかな。よし、これはせっかくなんで走らせたいな。Hitters make you pay, and the long ball was a big part of this one here. あ、嘘だろいやいやいや、早えなあ、牽制してくんの。めっちゃ油断してたわ。はい、ということで、日程的にはこれで全てのオープン戦が終了しましたね。なのでこれ進めていくと、おそらく何かしらのイベントが起きるかなと思います。で、そこ行く前に一応、どれだっけな、こっちかな、あ、これじゃねえや、こっちのチームスタッツかな。はい、一応オープン戦の結果だけ軽く見ていきましょうか。一応29試合には出たのか。はい、で32打席、4得点、11安打、1ホームランの8打点で、2個の盗塁を決めていて、打率が3割4分4厘、まあ、悪くはない方なんじゃないかなと思います。3割一応超えてるしね、うん。そして OBP が4割で SLG がまあ6割2分5厘、うん。OPS が、10割2分5厘、うん。ファーボール3つに、ただ三振もまあまあ多いですかね。まあ、他の選手と比べるとまあ多いって言ってもあれかもしれないけど、うん、もうちょっとなんかね、ボールに当てて、せめてゴロを打つとか、もしかしたらそれがね、ラッキーなことに出塁につながる可能性もね、ありますからね。ちなみにツーベースがもうダントツなのかな。スリーベース1個もないし、うん、って感じですね。はい、ということで、そんな成績をね、オープン戦で残して、いざこのあとね、どういう、こう流れというか、どういう風になっていくのか、ちょっと見ていきますか。さあ、スプリングトレーニングが終わりましたと。あ、ここで一回止まるのねOKOK どうなんですかね、これ今のところ何も言われてないけど、このまんまもうステイすることがなんかさらりと決まっているのか。ここ見る限りだとまだ MLB ベンチっていうところに、おそらくこの右側にいる、カマルゴ選手でいいのかな、と多分この選手が今までこうずっとサードのレギュラーだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこにまあ、タッカーと、あともう一人このリオ・ルイスっていう選手が入ってきていてっていうのは、まあ前回ね、話していたと思うんですけど、そこからだよね、どうなるかだよね。まだここに動きはなさそうなので、じゃあまあ引き続き見ていきましょうか。OK、ということはそのまんまいけるということで OK、 何にもないもんね、お前ステイだぞ的なのとか。まあ逆にあれなのかな、何も言われないからそのままステイして OK っていうことでいいのかな。あ、ベンチですね、ここで変わるんだ、なるほど。やっぱりこの選手がスターター、一応レギュラーとしてやっぱりいて、ただタッカーはなんとかギリギリ MLB に残ることがねできましたね。そして悲しくも残念ながらね、両塁選手はトリプル A に落ちると。あー、なるほどね、そういうことか。 OKOK、 じゃあここでベンチにねとりあえず入れることになって、首の皮1枚つながったじゃないけど、はい、MLB にいることがまだできるそうなので頑張っていきたいですね。
さあでは日程早速進めていこうかなと思うんですけど、まあでも時間もまあいい感じなんで、まあ、ちょうど区切りもいいしね。はい、一旦ここで区切りにしようかなと思います。次回から開幕戦ですね、セントルイスカージナルスかとの3連戦ですね。でその後に4連戦の後、ボルティモアオリオールズですね。で2試合やって1日休んでメッツで、また1日休んでメッツなんだ。ここちょっと珍しいですね、3連戦だけど1日空くんだね。っていう感じで、続いていくみたいですね。はい、ということで、じゃあ、ま、このね開幕戦、ま、果たしてねどういう感じでこう出場できるのか、ま、もちろんおそらくねベンチっていうポジションというか役割なんで、ま、代打だったりとか守備、ま、守備固めはあんまないかな、あんまりフィールディングそんなに能力高くないですからね。ただま、代打で結果をね出していけばそのうちこう併用して使ってもらえるようになったりとか、もしくはガラッとレギュラー入れ替わりって感じで、さっきのカマルゴ選手かな、はい、に代わってねタッカーがこうサードとして入っていくっていう風にもねなっていくと思うので、まあ、引き続き、まあ、同じようなね与えられた、まあ、機会だったりポジションではありますけど、できる限り打つのみっていう感じですね。はい、ということで、一旦区切りにします。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。